そこは貴景勝も考えてるんでしょうかね。そこら辺はね、貴景勝も突き押しといってもいろんなスタイルがありますから、うん、自分なりに考えてやってます。そうですか、そう、四つ分をもう少しずつ覚え始めているという。そうですか、これ立ちはだかるのは誰です？僕はね、やっぱり逸ノ城だと思うんですよね。逸ノ城ね、まさになりましたよね。まさに立ちはだかってますよ。あの幕内最重量の227キロですから、壁というか岩というか。ほんとね、はい、まあ、去年一敗しかしてませんからね。はい、はい、どうなんでしょうか、今調子はどうですか。あ、調子はいいみたいです。いいね、はい。